ひな若野の初模様金な内浮舟古流祭が、磯田古流祭とは、江戸時代中期の浮世絵師、鈴木春信亡き後の安永から天明期に活躍し、特に柱絵を得意とした。本生藤原氏、聖は磯田、名は正勝、俗称小兵衛、磯田古流祭と号した。神田商船町の旗本、土屋家の浪人。この小川町の土屋とは、 土浦藩主ということになり、水海流の号は、九州の藩地、霞ヶ浦にちなんで選ばれたものかと推定される。両国橋広工事や源堀に住居する。西村重長の門人とされるが定かではない。明和年間後期にデビューし、はじめは、鈴木春弘、あるいは、水海流斎、春広氏と号した。鈴木春信の直接の門人ではないが、 顕著にその影響を受けた絵師の一人であり、春の没後も、その方からなかなか抜けきれなかった。しかし安永年間に入ると、湖流彩と解明し、極端に縦長な画面を持つ柱絵を描くうち、その影響から次第に抜け出していく。肉感を排した春の風の美人画から、現実の肉体を感じさせるたっぷりとした死体を持たせた独自の画風を確立した。 柱井史上、水見流斎はその縦長を画面を最も活かした作品を残しており、出世作となった。柱井以外に危ない、日がも多く残しており、好評しの作も見られる。安永5年から天明初期に反抗した、雛形若菜の初模様の大番シリーズは代表作として挙げられる。このシリーズは、吉原の遊女に新デザインの衣装を着せる趣向で、 当時の女性の関心に応えるものだった。半径も、春の部画に特徴的だった中盤ではなく大盤を採用し、以後大盤が、西木への基本となった。現在確認されているだけでも120図を超え、人気シリーズとなり、後に、鳥行き夜長が描き継いでいる。一方で、湖流斎は、危な、絵や課長画も多く、また、安永十年には、 絵本混雑は草画などの絵で本も残している。天明二年、絵師として名誉な地位である北京に水面せられ、晩年は竹絵やげ堀院氏と自称して、もっぱら肉筆浮世絵を描いた。肉筆美人画の代表作に、遊女道中図、美人愛病図などがある。浮世絵版画と肉筆画は共に、この時期の絵師では最も多く残されている。ありがとうございます。